どうもバーマーモスの田中です。というわけでですね、今日は、2月の20日の4時15分ということでね、まあ、今ね第6波コロナのね第6波によりましてね、今休業、だから24日目ぐらいですかね。まだでもあとね2週間ちょいぐらいお休みするということでね、3月の6日までお休みということになっております。まあ、それでもね僕はもう昼間にお店にね出てきてハンバーガーを作ったりいろんなことやったりして、しかもね夜8時から朝4時までね、夜8時に必ず出勤して朝の4時まで何かやってるという状況をねずっと続けてるんですよね。ですからね、まあこうやって休業期間中に生活リズムを崩されるね飲食店の皆さんもいらっしゃるんですけど、僕に限ってはそういうことは一切ありません。というわけでですね、今日は、まあ、老後についてねちょっとお話ししたいなと思うんですけど、僕ですね、まあ、こんな不安定なね飲食店をやってて、しかもね、まあ、将来年金をもらうといっても国民年金ですよね。そんなもう二束三文じゃないですか。なのに全然不安視してないんですよね、というようなことをテーマにね今日はちょっとお話ししてみようと思いました。このママヤンチャンネルはバー全般に関することですね、バー経営とかバー開業に関することですとか、バーテンダーに関すること、酒に関すること、飲み食い動画などを中心にお届けしておりますので、チャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それからねいいねボタンとかコメントもいただけると、非常にありがたいので、そちらの方もどうぞよろしくお願いします。まあですね、公務員の皆さんですとか大きな会社に勤めてらっしゃる皆様っていうのはね明るい老後があるんでしょうけどね、まあ、厚生年金がしっかりしてたりとかですね、退職金があったりとかいうことで、まあ、明るい老後があるんでしょうけれど、じゃあ僕らこの自営業者の中でもね特にこの安定感が少ない飲食店をやってる僕なんですけれど、僕はね本当に老後に対して全然ね不安視してないんですよ。でその理由をいくつかご紹介したいんですけど、まず一つ目なんですけれどね、そもそもね死ぬ前日まで仕事していたいと思ってるっていうのが一つあるんですよね。これですね結構こうね定年後は仕事しなくて済むとかね、まあ、今で言えばファイヤーなんて言ってね早期退職して株主配当金とかで生きていく生き方みたいなの流行ってますけどね、まあ、そういう考え方もありますよね。それはそれで、まあ、明るい未来なのかも分かりませんけれど、僕はもうそういうのに全く興味ないというか、むしろそれは嫌だなと思ってるんですよね。なんならもうだから死ぬ直前まで前日まで仕事をしてたいなと思うんですよね。死ぬ前日までもう小銭であろうが何であろうがね商売をしてたいと思うんですよね。稼ぎたいと思うんですよ。だってね実際今ね、休業期間中なんですけれども、まあ、毎日ね休みなく店に来るわけなんですよ。なんか特段ね家族での予定とかあれば、まあ、もちろんそちらに時間を費やしますけど、そのなければねとにかく店の方にほとんど店の方にいるっていう感じですね。なぜかというとめちゃくちゃ楽しいからに他ならないんですよね。で例えばね今日なんかでも厨房のね DIY をやってみたりとか、断捨離ですね、まあ、控え室とか、まあ、そこら辺のねいらないものを捨てたりとかね、まあ、新メニュー新しいカクテルですとか新しいフードメニューを考えたりとかですね。でね、まあ、当然その協力金だけでは、まあ、収入がね足りませんので、まあ、副業に関することもね一生懸命頑張ってるわけですね。まあ、それに関してはね副業に関することはちょっと後日の動画でお届けさせていただくんですけれど、まあ、そういった感じでね必ず何かやってるんですよね。まあ、つまりこれはもうほとんど商売に関連することをやってるということなんですよね。だから楽しいんですよ。だから僕から言わせればバー経営というかね、この自営業自体がもうゲームなんですよね。一つの趣味というか、まあ、ゲームですね。これはねお金が絡んでるからっていうのは大いにあると思うんですよね。これねキッチンの例えば DIY をやってるのもこれで仕事効率が良くなるからやってるんですよね。これ例えばね自分の家で、自分がの分を作るだけでそれやるのも、まあ、それはそれで楽しいかも分かりませんけれど、そこにねこう商売が絡んでることがめちゃくちゃ楽しい理由の一つだと思うんですよね。だって新メニューを開発してね自分で食べて、あ美味しかったっていうのも楽しいかも分かりませんけれど、そのね新しい新商品が売れてね多くの人が、いやマスターこれ美味しかったよって言ってくれるのもあって、しかもねお金を支払っていただけるという、こういうのやっぱりお金が絡むから楽しいわけなんですよ。だから商売ってもうすごく楽しいなと思うんですよね。こんなね楽しいゲームをリミットなくですよ、健康でさえいれば60歳であろうが70歳であろうが、まあ、90であろうが100であろうがねリミットを設けずね、こんな楽しいゲームをやれるわけじゃないですか。だからこれはね大いなる権利だと思うんですよね。おじいちゃんになっても働かなければならないんじゃなくて、おじいちゃんになってからでも続けられるというこのゲーム感覚ですよね、っていうのがあるんですよね。本当に僕はもう死ぬ前日まで
稼いでいきたいなというふうに考えています。で、まあ、2つ目なんですけれどね、まあ、僕も今実際にようやく取り掛かろうとしていて、将来的にはこうなりたいと思うことの一つにミニマリストというのがありますよね。ミニマリスト、とにかくね、できるだけ物を持たずにシンプルに、ね、生きていくということなんですけれども、これにすごく深い興味を持っておりましてね、まあ、老後を例にとりますと、僕がね思い描いてる死ぬ直前ですよね、まあ、それ90歳100歳であればねいいんですけれど、まあ、要はね自分が死ぬ時に親族がね家族が僕の身辺整理をしますよね、いらないもの捨てるとか、その時にねもう段ボール 1,2 個で収まってたいなと思うんですよ。だからもう家族が、僕の遺品を整理するのがめちゃくちゃ何も残ってないじゃんっていう状態でね死にたいっていうのが夢というか希望なんです。そのくらいねシンプルに生きていたいんですよね、この今後の人生ですね。できるだけ物持ちたくないんですよ。で考えたらね、ミニマリストって素晴らしいなと思うんですけど、本当にね多分買わないんですよ、何も物をですね。つまりお金かからないんですよ、ミニマリストになれたらですね。やっぱりね、あの物を持ってることによってのストレスですとかね、やっぱ見栄を張るというようなそういうストレスでね、人生を無駄にしたくないなというふうに思っておりましてね。ですからもうミニマリストにさえなってしまえば、将来ねもう本当スズメの涙ほどの年金であろうが、もうちょっとしたね商売のちょっとした売り上げでも十分幸せに生きていけるんじゃないかなと思うんですね。そのためにもやっぱりこの最初に言いましたね、仕事がもう遊びと仕事が趣味、仕事がゲームみたいな状況になってたらさらにいいですよね。ですからもうミニマリストを目指す、ミニマリストなら将来何の問題もないというふうに思っております。それからですね、3つ目なんですけど、別にいつ死んでもいいって思ってるっていうことなんですよね。これね、いや実際長生きしたいんですよ。できれば100歳以上は生きたいなと思ってる、しかも健康にね生きたいなとは思ってるんですけれど、その長生きしようと努力してる中にあって、もし早死にしてしまったとしても、そこには全く後悔も何もないなと思うんですよね。別に延命しようとかも現段階ではね思ってませんし、もうがんが発生しようがね何しようが、もうその時がもう自分の寿命なんじゃないかなというふうに考えるわけなんですね。現時点ではそういうふうに思ってるわけなんですよ。だからね、老後のためにとかねいうふうにしてなんか仕事するのってすごく嫌だなと思うんですよね。じゃなくてもう 今が楽しければとりあえずいいですよね、まあ、もちろん将来のためにねある程度貯金をするとか、そういうことも大事なんですけれど、でもねやっぱり今も一生懸命生きてさえいけば別に後悔しないと思うんですよね。楽しくね、毎日を楽しく、その日その日を楽しく一生懸命ね生きていってって考えたらね、別にいつ死んでもいいかなと思うんですよね。だからそのためにも、いつ死んでもね誰にも迷惑をかけないようにするためにもね、できるだけ物を持たないとかね、シンプルに生きるっていうね、先ほどの話にもちょっとつながってくるんですけどね、いつ死んでもいいです別に。4つ目なんですけれど、僕はもういつまでも健康で若々しくある自信があるっていうのが一つあるんですよね。っていうかそういう風になろうとしている、そういう風な努力をしているっていうところなんですけれど、そのためにもちろん体にいいものをね、できるだけ栄養があるようなものを食べて、食事に気をつけてですね、とにかく一生懸命運動もね、まあ、一生懸命というか適度にですけどね、運動も欠かさずやっております。健康に気を使ってるわけなんですね。でね、これはもうお叱りを受けたりね、賛否両論あると思うんですけれど、だいたいね不健康になる人っていうのはね、これ僕の読みというかね、本を読んだ感想とかをまとめた部分でもあるんですけれど、病院とかね薬がね怪しいなと睨んでるんですよね。つまり健康診断に行ったりしてね、病院に行ってちょっとでもなんか悪いところがあったらね、やっぱりこう薬もらったりするわけじゃないですか。薬だけで済むならまだいいですけどね、なんかもう入院を余儀なくされたりして、もう入院なんかしたらねすごくこう体力も落ちることでしょうしね、一気に老けると思うんですよ。だから基本病院に行かないという姿勢ですよね。もう薬も飲まないと。なんかこれどうやって治すかって、もう自力ですよ、免疫力ですよね。ですからもう普段からね、筋トレとかもしておりますしね、体にいいもの食べております。でね、こういうもし病気になった時にはしっかりとね睡眠をとるようにして、しっかりと体を休めれば治るんじゃないかなという、この基本のね方式でいこうと思うんですよね。例えばがんが見つかった時にね、どうなんだっていう話ですよね。抗がん剤打った方がいいとかね、いや打つべきじゃないとか、いろんな意見あると思うんですけど、これねやっぱり今ね結構がん検診とかみんな行くじゃないですか。もしこれ全くがん検診に行かなかったとしたら、意外と健康でいられるんじゃないかなと。つまりね、がんはできるけども、無視するみたいな、僕はその方針で考えてるんですね。そうすることによってずっと年を重ねてもね、
健康でいられるんじゃないかなと、あとストレスなくね、楽しい仕事をしながらね、楽しく生きていけば、ずっと健康でいられるんじゃないかなというふうな信者です。はい。ですからね、極力病院には行きません。でしかもね、鼻水が出るとか熱が出るとかね、下痢が出るとか、そういうのっていうのは体のサインですからね。つまり出そうとしてる、くしゃみであろうが何であろうがそうでしょうけどね、理由があってやってるわけですから、それをね、薬とかで無理やり止めるのはどうかなと思うんですよね。ということもありましてね、まあ、とにかく、自力で治そうということですね。老人になっても元気で、元気はつらつとしているというふうに、思っております。まああとですね、最後になりますけれど、30年後、今僕50なんですけどね、30年後のね、老後80歳に例えばなった時の時代、そういう時代がどうなってるのかなって、今誰にもわからないじゃないですか。30年前のね、自分に今のこの時代が想像できなかったようにですね、今から30年後もわからないわけですよね。だから今の基準でね、例えばもしかしたらですよ、お金を一生懸命貯めたところで30年後は無意味なことになってる可能性もないわけじゃないです。ないですか。ね、昔不便だったことも今はもうほんとね、どんどん毎年、ね、いろいろ改良されていってるじゃないですか。それはね、私生活でもそうですけれど、このお店一つとってもそうですよね。お店を始めてからはまだ20年ですけど、この20年の間ね、ものすごいいろんな技術革新があって、いろんなことがね、めちゃくちゃ楽になっていってるんですよ。便利になっていってるんですよ。だからね、30年後なんてわからないですよね。AI が発達してね、なんかほら、例えば歩けない老人が歩けるようになるようなロボットができてるとかですよ。なんかもう手がね、もうほとんど動かなくなった老人をサポートするような、こうグローブがね、手先が器用に動くようなグローブができてるかもわかりませんしね。飲食店一つとってもね、今はもうすごく体力使うようなことでも、その時には AI がやってくれてる可能性もありますしね。ですからもう30年後のことをね、今考えたところでね、どうしようもないなと思うんですよ。その時代に応じたね、技術革新があると思っておりますのでね。30年前なんてやっぱりお金がね、第一だと思うんですよ。まあ、今でもね、お金は大事ですけど、でもね、今お金と同等ぐらいの扱いを受けているのは、要するに SNS のフォロワー数なんかもそうですよね。 Twitter とかインスタとか、まあ、YouTube もそうでしょうけども、そのフォロワーっていうのはもうお金に値するぐらいの価値があるわけじゃないですか。そういったわけでね、30年前には想像しなかったようなフォロワーっていうのにすごく価値があるわけでしょ。で、30年後のね、世の中っていうのは何に価値があるかなんて分かりませんからね。もしかしたら何よりも健康に一番価値が置かれるのかも分かりませんし、今はまだ世の中にない何かが大きな価値を持つ時代になっているかも分かりませんのでね。でね、例えばまあ自営業者、特にね、今自営業者さんに向けてお話をしているわけなんですけれど、確かにね、今体力を使うような仕事されてる方も多いと思うんですよね。で、実際僕らだってね、体力全然使わないかって言ったらそうでもないんですよね。時々やっぱり力のいることをしないといけないんですけれど、こんな仕事いつまでできるんだろうなと思われている方いらっしゃると思うんですよね。力仕事されている人とかはですね、まあ今のうちにね、でちょっとずつそこはやっぱりフェードアウトしていかないといけないと思うんですね。そのフェードアウトっていうのは仕事を辞めるという意味じゃなくて、別のやり方ですよね。つまり今は体を使っているところを今度は頭を使う方ですね。例えばその教える側に回るとかですね、じゃなかったらまあ起業をして、その会社を立ち上げて、全部スタッフにやらせるとかですね。はい、そんなわけでね、まあ、自営業者がですね、まあ、そんなね、将来を不安視することもないじゃないかというようなね、励ましのメッセージも込めて言ってるわけなんですけれど、まあね、言ってももちろんね、万が一のためにお金を貯めていくとかですね、将来のためにね、もしかしたら投資をするとか、ね、不動産を買う人もいると思うんですけれど、まあ、もちろんね、そういうことも必要だと思うんですけどね、なんか考え方をちょっと変えるだけでもね、この自営業をやってることが、ね、死ぬ直前まで仕事できることがむしろラッキーだという発想にもなると思うんですね。というわけでね、今日はもう老後の不安なんかしなくていいんじゃないでしょうかというようなお話をさせていただきました。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。